皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、こんな感じですごい濃い霧の中に今来てるんですけれども、今日はね、ちょっとのんびりと撮影をしていきたいなというふうに思っております。もうね、だいぶ紅葉も進んできて、上の方はね、ちょこちょこ黄色くなってる木々たちもあったりするんですけれども、これからね、どんどん染まってくるっていう感じになります。で、今日は久しぶりのニコンを使っているんですけれども、実は言うと先日タムロンさんから新しい望遠ズームレンズがね、登場しました。それが70-300のね、ズームレンズになるんですけれども、こちらのレンズをね、ずっと待ってた人もね、多いんじゃないかなというふうに思います。で、僕自身 F マウントの時に実は言うとこのね、70-300のレンズ持っていて、すごくね、重宝して使っていて、山とか、で撮影したりとかでね、使っていたんですけれども、まあこのね、 Z に対応するレンズがね、今回ね、登場したということでね、ぜひとも使ってみたいというふうに思っていて、ちょっと今日はこれをね、使いながらいろいろと撮影していけたらなというふうに思っています。なので、まあ、割とね、スナップ的な感じで、撮っていけたらなというふうに思っていますけれども、まあ、すごいね、軽いので、なんかこうガチッと構えて撮るっていうよりはサクサクと撮っていけるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっとこれでね、いろいろと撮っていきたいなというふうに思います。ということで、この霧をね、追いかけながらこちらのレンズを使ってね、今日は楽しく撮影していきたいなというふうに思います。じゃあ行ってきます。今ですね、ちょっと上を見ているんですけれども、ここから見るね、この黒部とか、あと米津川っていう木々たちがあるんですが、これがね、お互いに上に行くに従って絡み合っていく様子がね、非常に力強くて綺麗だったので、でちょうど上から光がね、こう差してくるというような感じなので、まあ、そういう上に向かって伸びていくね、様子をちょっと捉えてみようかなと思います。70ミリ、100ミリぐらいとかにすると、割とちょっとこうズームができて、そのお互いが絡み合っている様子を強調できるので、まあ、そんな感じでやってみたいなと思います。あとはもう一気に300とかまで持っていって、さらに DX モードですね、クロップしてあげるともっともっと寄れたりしますので、それでちょっとこう葉っぱとかをね、撮ってみても面白いかなというふうに思いますので、まあかなり広いレンジをカバーしているレンズなので、まあそういった一つのこの視点からいろんな構図というか、まあそういったものを生み出せるすごい便利なズームレンズかなというふうに思います。なのでね、ズームしながらいろいろちょっと探っていくっていう楽しみもあるんじゃないかなというふうに思います。ここまでズームできるレンズを最近使っていなかったので、すごくね、新鮮で楽しいですね。ちょっとここでいくつか撮ってみようと思います。だいぶですね、この辺りのシダたちがですね、紅葉してきて、秋めいているんですけれども、まあ、なんかちょっとこの下のね、シダの絨毯、まあ、紅葉してきている絨毯プラスこの霧と奥にね、林が続いていく感じをね、ちょっと撮影できたらなというふうに思ってます。ここは広く撮っちゃうとね、割とこうこの辺りにもね、シダ、笹とかがあったりだとか、まあ、あとは右側にもね、カラマツとかがあったりするんですけれども、できる限り望遠でちょっとズームしてあげた方が、まとまりがいいのかなっていうふうにね、思いますので、
まあ、そんなところでちょっとねズームレンズ使ってやっていきたいなというふうに思います。ちょっとね霧がすごい濃くなってきてしまったので、もうちょっと霧が落ち着いたところで、撮ってみたいなというふうに思います。あとはねこういったシダの紅葉も綺麗なので、そういうところもちょっとクローズアップして撮れたら面白いなというふうに思いますので、まあ、そんな感じの撮影をしていこうと思います。ということでこちらで撮れる写真たちはこんな感じです。この後は霧が相当濃くなってしまったので場所を変えて撮影を継続しました。最後はですねこの後に撮れた写真たちをお見せしながら実際にこのレンズを使ってみた使用感をお話しして終わりたいと思います。まずはですね手軽に望遠レンズを楽しんでいただきたいというコンセプトに基づいて作られたこちらのレンズなんですが、実際に 580g ということで非常に軽くて取り回しが本当に良かったです。でプラプラ歩きながらサクサク撮れるっていうところもあって、やはり70-200とか100-400というですね、ニコンの純正のレンズに比べると本当に扱いやすいというか、まあ、そういったところがですね今回撮影していて良かったなというふうに思った、点です。そして描写に関してなんですけれども、割とこう抜けが良くて癖がないレンズかなというふうに感じて、まあかなりねクリアな描写をしてくれていたなっていう感じがします。ただやはりですね周辺部の原光だとか描写性能っていうところはやはり純正のニコールの方が上を行っているのかなっていうふうにですね、感じたっていうところですけれども、絞ればねそういったところっていうのはね若干こう軽減していくというかっていうところなんですけど、開放近辺ですかねというところはちょっと原光というところが、気になったなっていうふうに思います。ただまあ、補正をしたりだとかして対処すれば、どうにでもできることではありますので、その点はねそんなに大きい問題にはならないのかなというふうに思います。で今回は逆光耐性っていうのがですねちょっとテストできなかったので、まあ正確な評価はできないんですけれども、やはりですね、まあこの逆光耐性に関してはニコールのレンズって非常に優秀なので、まあ、そこはねやっぱり純正の方が上なんじゃないかなというふうに思いますけれども、実際にちょっと今回比較はできていないのでこの点については何とも言えないかなという感じになります。ただまあトータルでですね考えた時に、10万円を切ってくる、価格帯で、これだけのパフォーマンスをしてくれるっていうのは非常にねコストパフォーマンスがいいなというふうにね感じております。まあありとあらゆる撮影に使える本当に便利なズームレンズなんじゃないかなというふうに思います。で本格的に大きなプリントをしたりとか、まあ、個展をして写真を販売したりとかですかね、まあ、そういった本格的な写真という方は、正直言うとですねニコールのレンズをお勧めしたいんですけれども、いやいやもう自分は楽しみたいんだよっていう、もうそんなねことはどうでもいいからとにかく気軽に写真撮影というものを楽しみたいんだよっていう方にはこちらのレンズはですね、まあ、価格帯を考えてですね、もう素晴らしい、パフォーマンスをしてくれるんじゃないかなというふうに考えております。今回ですね僕自身も久しぶりに Z を使ったんですけれどもね非常に楽しかったです。もしですねこちらのレンズについてもっともっと詳しく知りたいという方は概要欄の方にリンクを載せておりますので、ぜひご確認ください。ということで、今回の動画はタムロンさんの70-300の、ズームレンズですねを、使った動画になりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。